令和元年11月2日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2019関西高校アメリカンフットボール選手権クリスマスボールトーナメント1回戦慶明学院高校対同志社国際高校の試合が行われます。試合開始11時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。左側、手前側、バックスタンド側になります。ホワイトのユニフォームが慶明学院高校、兵庫県からの選手です。対しまして、カラーのユニフォーム、メインスタンド側になりますのが同志社国際高校、京都の代表になります。慶明学院高校キックオフ。同志社国際高校リターンで試合が始まります。同志社自陣23ヤードからサーダン3、攻撃権更新には3ヤードの獲得が必要です。スペシャルフォーメーション、ロンリーセンターからランニングバック21番へのダイレクトスナップでファーストダウン獲得です。同志社高ファーストダウン、何が国内一番ハンドオフから左オープン展開しファーストダウン獲得。同志社高校ファーストダウン、京都大学11番オプションプレーから自らキープ、ファーストダウン獲得です。ここでボールをファンブル、ファンブルをしたボールを押さえたのは慶明学院高校、したがって攻守交代、ターンオーバー。同志社50番攻守交代、ターンオーバー。同志社国際ファーストダウン、同志社国際ファーストダウン、スロットバック7番、モーションから左オープンにジェットモーションスイープ。成功。同志社国際ファーストダウン、何は21番ハンドオフから右を2タックル突きファーストダウン、タッチダウン。何は21番ハンドオフから右を2タックル突き、そこからバーンアウト、相手タックルを振りほどきファーストタッチダウン獲得です。7番、このキックは失敗、6点止まり。同志社国際高校6点、慶明学園高校0点。パス成功、ファーストダウン。パス成功、
クォーターバック12番ワイドレシーバー87番にパスを通しファーストダウン獲得、外へ出たので時計止まります。キュービーさん、クォーターバック12番パスを投じようとしましたが同志社36番がキュービーサック。パス成功、ファーストダウン、 QOA のランプレー。丁寧がピンクファースター。何枠29番ハンドオフから右を2クル付近を突き約8ヤードゲイン。丁寧がピンクファースター。何枠31番ハンドオフから右を2クル付近を突きファーストダウン獲得。ランニワック5番ハンドオフから白突破、相手タックルを受けましたがそのまま引きずりエンドゾーン飛び込みタッチダウン。キック成功、1点追加。慶明学院高校7点、同志社国際高校6点、逆転です。パス成功、ファースター。ファーストスクリーンパス、何枠21番パス成功、ファーストギャンブル成功、ターゲット88番。同志社国際ファーストダウン、何枠21番右方向へのランプレー、ファーストダウン獲得です。フォースダウンギャンブル、1ヤードゲインしないと攻守交代です。何枠21番ハンドオフから右奥へのラン、しかし1ヤード獲得できず攻守交代です。ターンオーバー。ファーストダウン、何枠の中央突破によりファーストダウン獲得です。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、同志社国際高校6点、慶明学院高校7点で慶明学院高校の勝利です。Thank you.